はい、お疲れ様です。損保高です。今日も、一日仕事終わりました。皆さんお疲れ様です。今日はアサヒスーパードライでいただきたいと思います。アサヒスーパードライいただきます。スーパードライじゃないな。スーパードライゼロですね。ゼロいただきます。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。うお。ええ音する。ああ。はあ。今日もね、一日終わったんやけど、朝から、また配達回り、配達行っとって、ほんで、最後、またちょっと岐阜の方行って、資材引いて、ほんで帰っとってんけど、この前、ちょうどここでも喋ってんけど、高野王将行って、ジャストサイズの唐揚げと、ジャストサイズの天津飯と、ほんでから、普通に餃子1人前食べてお腹いっぱいやって、ジャストサイズの唐揚げも唐揚げでかいの3つ入っとって全然ジャストじゃなかったって言うとったやんか。ほんで、まあ、そんなんもあってかなかったかわからんねんけど、今日も高野サービスエリアで王将行ってきました。今日のお昼はジャストサイズの天津飯とジャストサイズの唐揚げ食べました。餃子なしです。ジャストサイズの天津飯と唐揚げだけでちょうどジャストでした。はい、ありがとうございます。今日もね、スタンプ2個押してくれたおばちゃん。うん。お医者入った時、ちょっとな、おばちゃんが、あ、一人ですかって言うから、あ、一人ですって言うて、あ、じゃあカウンター座ってくださいって言うて、あ、カウンターどこ座ろうかなと思って、パーって見たら、全部もう食べ残しがバーっと置いてんねん。全部食べ残し置いてんやんか。どこ座ろうかなと思って、一番綺麗な食べ残しのとこ座ろうかなと思って座ったら、あ、こっちは下げますねって下げてくれてんけど、そうそう。やっぱり人がおらんからかな。やっぱり、ああいうのも人不足やかな。分からんけど、うん、そうそう、まあ、何やかんやで、ほんでこう王将で食べて、あ、美味しかったと思って、ほんで王将食べ終わって、ほんで出てから、まあエメラルドマウンテン買って、あれ王将で今日はジャストサイズの唐揚げと天津飯だけ食べてんけど、680円ぐらいやったかな。680円ぐらい、あ、安く食べれたと思って、ほんで王将出たら右手にな、自販機がバーって並んでんねんけど、そこでエメラルドマウンテン買ってんけど、あそこのエメラルドマウンテンな、1本100円で売ってんねん。だからもうすごいジャストサイズでちょうどお腹満たされてから100円でコーヒー買えるから、タガのサービスエリアおすすめです。はい。ほんでタガのサービスエリア出てコーヒー買ってトイレ寄ってから、パーって自分の配達用のトラックに戻ったら、目の前に、あ、どこナンバーやったかな、九州の方、佐賀やったかな、どこやった、福岡ナンバーか忘れてんけど、トラック止まっとって、あ、気にはしてなかったんけど、そのドライバーさんが観音扉開けて中見とったから、あの人観音扉開けて中ちゃんと確認してはるんや、偉いなと思いながら、まあ偉いなあ、まあ偉いなと思いながら見とって、まあ、でもトラック戻って、あ、まだあと20分ぐらいちょっと休憩あるなと思って、ほんでボケーっとしとったら、その前のスーパーグレードのドライバーさんが声かけてくれて、わ、中さんですかって声かけてくれて、あ、そうです、僕です言うて、ちょっと20分ぐらい喋っとったんけど、楽しかった。なんか久しぶりぐらいやなと思って、出ていくシーンだけちょっとカメラ、ホルダーに立てて撮影したやつは TikTok に上げてんけど、そうそう、なんか声かけてくれて、うわ、久しぶりこの感覚と思って、うん、ほんでちょっと喋っとって、ほんでドライバーさんも、いや、中さん前夜撮影した動画で王将で食べたって言うとったでしょ言うて、ほんで、僕もなんかスタンプがどうのこうのって言うとったから、ほんでここ今日来たんですよって喋っとって、そうなん言うて、でまさか俺も来てると思ってなかったらしくて、まさかまさかですって喋っとって、ほんで最後に、え、またスタンプもらいに来たんですかって、いやいやいや、俺スタンプは貯めてないけどなって言いながらも、一応スタンプ押してもったけど、いや今日楽しかったなと思って、ほんまにありがとうございます。まあまあ、見かけたら声かけてください。特にあげるもん何もないねんけど、やっぱりなんかこんな時のためにやっぱり持ってる方がいいかなと思って、ちょっとキーホルダーとかなんかシール作って持っとこうかなと思ってます。はい。一応もう前のトラックのキーホルダーはもう全部バーいらんから、もうタクジーさんに全部あげてんやんか、バーって。ほんで会社持って帰ったら、いや、中さんに前もらいました言うて今日拾われとったらしい。そう、あ、このアサヒのスーパーゼロもまあまあいけるわ。これも美味しい。そんな感じですね。これスーパーゼロ、これあれかな、大丈夫かな、俺飲酒ってならへんやな、ゼロやもんな。んで今な、ほんでイオンに買い物に来てんやんか、夜ご飯のイオン買い物来て、今日は前トルトさんも言うとった、カニ玉天津飯作んねん。カニ玉天津飯と、ほんでからなんかシューマイ買ってんけど、そう、んでレジじゃない、イオンにパーって入ったらな、
あのこっち向きにおばちゃん方撮ってなんかこっちこう俺に話しかけてみたいな感じだったから、あこれレジ号って何ですか、レジ号って書いておったからレジ号って何ですかって言ったら、あこれねレジを通さずにねあの生産できるんですって言うて言われ、あそうですか言うて、であの教えてもらって、もうゲップが、ほんでこれなアルコール入ってないけどゲップはビールみたいな感じで出るな。ほんでまずカートに携帯電話みたいなの差し込むねん、携帯電話みたいなの差し込んで、ほんでそれで買い物すんねやんか。ほんで買い物するたびにその端末にバーコードピッてすんねん、こうカートにな携帯差すところがあんねん、ほんで差すところに差したままカートになこう買い物したらそのバーコードをこうピッピッてこうカメラのところ合わせてピッてバーコード通すねん。ほんであの2個買ったら端末にな買ったこのアサヒスーパードライって出たらそこをピッて押して2個とか3個とか修正できんねやんか。で端末で買い物しとったんやけど、ちょっといろいろ俺も都市伝説とかリク君の話とかいろいろ信用してるから、あの端末になカメラがついてんねん、カメラのレンズがついてんねん、こっち向きに言うたらこういう斜めに立ってるからな、斜めに立ってるからカメラのレンズがもう言うたら俺の方向いてんねん、俺の方に。だからあれ多分すごいデータを取ってるんやと思うで、こう俺みたいな言うたら30代、あ今の言い過ぎた、50代の男性がどんな買い物するんかっていうのを全部もうカメラのもうそれも全部録画してると思うねんか、録画してほんで買い物バーコード通すやんか、ほんならこういう男性はどういうのを買うんかなっていうのをもうめっちゃ膨大なデータを全国のそうイオンで多分こうやってるんやと思う。だからあのレジが簡単に通るからとかじゃなくて、もうなあれはほんまにいろんなデータをもう盗むってはおかしいけど、こう買い物してる人をもう全部撮影して、ほんでバーコードで何を買ったかっていうデータを全部抜き取ってるんやと思うで、あれは怖い、もうレジ号は怖いと思う、知らんけどな、うん、ほんでなレジ号もやっぱりレジ通さんでいいから、普通のレジだったらやっぱもう並んでるやんか、ほんでもうレジもななんか買い物かごいっぱいのおばちゃんばっかりやんか、やっぱイオンやからやっぱいっぱい買うやんみんな、ほんで、あいっぱい買ってるなおばちゃんみたいな感じで、もうどこ並ぼうかなと思って買い物かご、まあ、少ない人のところに並んだりもすんねんけど、もう言うても目くそ鼻くそやんか、みんないっぱい買うから、もうどこ並んでも一緒やなみたいな感じやったけど、あレジ号やったらレジ通さんでええから、なんかすんなりこう行くみたいな感覚やったから、あこれええわと思って、ほんで話聞いてそれで買い物しとってん、もうこう食パン買ってピッ、食パン買ってピッで、まあ牛乳も買ってピッってやって、ほんでまあシューマイも買ってピッってやってやっとってやんか、おもう面白いなと、やってる時はめっちゃ面白かった、なんかこうほらバーコードピッピッ店員さんがやっとったらやりたくなる時あるやんか、あんな感じやねんけど、もうほんまにな自分でピッ、もうな端末からピッってなんねん、お前これ買いましたよみたいな音がなんねんか、だから買い物しててもあれは楽しかった、確かに。そうそうそう、だから子供連れてとかやったら面白いじゃん、はいこれ PC やー言うてもうピーやってな、そうで、まあ、何個かもう今日の食材って言うと大したもん買ってないけど買ってして、ほんでまあビールも買ってよっしゃ終わりや終わりや言うて、ほんでまあまあこのレジがあんねん、こうレジが普通のレジがあってからのレジ号やねん、レジ号があんねんけど、まずはレジ号行ったらこれな何やろな、空港で言うたら X 線検査みたいなところを通んねん、あのカートでピュってここに止まれみたいなゾーンがあんねん、もうそこでお前 X 線するから待てみたいなところがあって、ほんでそこにピュって止まったら、ほんならもうなモニターがあんねん、ここにちっちゃい iPad みたいなモニターがあって、ほんで上からカメラで映してんねん、何を買ったかっていうのが全部そこに映ってんねやんか、だからまあ、それを映してなこう端末と合ってるかとか見てるんかもしれんし、ひょっとしたらその下緑色のなんかシールかなんかマットみたいなの引いてるんだけど、そこの上もしかしたらそこで重量とかも測ってるんかもしれんけど分からんけどな、でそこでまずピッてもうその検査されんねん、お前間違ってないかとかっていう検査されて、ほんでそこで合格判定が出たらなんか端末をかざすねん、端末を取ってなんかこんなとこにピッてかざすねんか、ほんならレジ番号出んねん、5番とか6番とか出るから、ほんなら俺5番ピッてやったら5番が出たから5番ピッて言って、ほんなら5番でもう普通に生産すんねん、もうそれは普通に生産と、もうイオンの普通にピッピッピッピやった後、ほんならここでやってみたいな感じの、そんな感じでもう普通に生産すんねんけど、で生産終わりました、ほんならまた次な
おばちゃんに来て、おばちゃん来てっていうか、おばちゃん前の人対応しとって、ほんだら俺もう何も言ってない、俺もうレジ終わりましたみたいな、もう生産終わりましたみたいな感じでこう待っとったら、ほんだら何も言ってない、何も言ってないで、待ってくださいって言うねん。ほんで、あ、うん、待ってますみたいな感じでもう待っとってんやんか。ほんだら、あの袋がいるから、ま、前のおばあちゃんが終わってから俺、あ、こっち来てくださいって言うから、あ、行ってしたら、あ、これどこで袋もらうんですかって、ほんだらちょっとな、こんな顔されて、チェとは言うんやけど、あの入り口のとこに袋かかってるんで、それを取ってバコと通してもらうのはダメなんですって言われたから、あ、そうなんですかって言うて、ほんで、まあ、でももういいです、後でしますみたいな感じになって、ほんで、ちょっと、ほんで、また最後出るとき、バーコード、ピッて、なんか端末やって、ほんで、端末を返すねやんか、ほんで、その X 線を通すところから、なんか俺がビニールをちょっと取り忘れたっていうのもあってか知らんけど、ちょっとおばちゃん、イライラっとしとって、ほんで、なんか、結局、まあ、あの結局あの俺の気持ちはすごいなんかモヤモヤしとって、もう二度とレディーゴーはせえへんと思った。そう、あ、レディーゴーちゃうか、レジゴーか、もう俺レジゴーせえへんと思った。もうなんかおばちゃん忙しそう、めっちゃ忙しいねんけど、一人しか対応してなくて、ほんでなんかもうすごいギスギスしてんねん、おばちゃん一人で待ってくださいとか言って、ほんでなんかもう生産終わりましたかとか言って言われて、ほんでこっち来てください、バーコードなんか端末取ってください、もう端末自分で取ってくださいみたいな感じで、まだ言い方も俺全然大げさじゃない、端末取ってくださいって言うから、あ、はい、ここにかざしてください、 かざしてやって、もうな、一つ一つの言葉がギスギスしとって、なんかもうレジゴーはやりません、はい、もうレジゴーもうええわと思った。そう、なんか忙しいのは分かるけど、なんか忙しいから私しんどいオーラがめっちゃ出とって、気持ちは分かんねんけど、うん、気持ちはなんか分かんねんけど、そんな露骨に出さんでもええやんと思って、まあ俺は終始、あー、ありがとうございます言うて出てきてんけど、なんか買い物して疲れたな思って、うん、あれは絶対な、買い物データを多分と集計してるんやと思う、あれで多分、うん、ということで今日は本田ぼちぼち帰りたいと思います。皆さん、ただいま18時44分です。さあ本田今から帰って、今日は天津飯、カニ玉天津飯作ります。カニの、缶詰はもう前に買ってんねん、前買って前作ろうと思っとってんけど、チビがご飯いらいなんて続いてから天津飯作ることがちょっとなかったけど、今日を作ります。はい、ということでね、皆さん、この後もね、夜走られる方、ご安全です。ですです。じゃあ、ほんなら終わろうかな。今日は特に報告は何もないんで。じゃあ、皆さん、本日もこの後ご安全です。バイバイ。お疲れ様でした。ほんぼなかでした。ポチッとな。